どうもチャリオスということで今日なんですけどもシュガーヒルから4度目5度目忘れましたけどもデリバリーございましたね。ご紹介していこうかなと思います。今回入ってきたのはこちら、はい、コートですね。コート、トレンチコート入ってきました。こちらです。シュガーヒルはね、まあ、毎シーズン、トレンチコート、まあ、何かしら生地であったりディティールみたいなところを変えてね、ほぼ毎シーズンですかね、でも出してますけど今季がこれです。あとで来ますけども、これマジ生地がねめっちゃわかる。この感じのこの生地、この生地ね、これシャンブレーの生地なんですけど、ちょっとねオレンジがわかるかな、これ光の当たり具合で少しオレンジっぽい感じの玉虫ですよね、玉虫の生地なんですけど、めっちゃかっこいいの入ってきました。着てみようと思います。着てみました、どうでしょうか。はい、写真撮っていきます。こちらサイズ2でお値段9万9000円でございますね。こんな感じです。どうでしょう、まずサイジング的なところで言うと、あの例年のというかの、まあ、こういうコート、まあ、トレンチコートよりも今季は丈ちょい短めですかね。いつももっと長いんですよ。いつも本当ロング丈くらい長くてなんですけど、今回はちょっと丈は前回とか今までよりもちょっと短めな感じとはいえ別に短いわけじゃないですよね。今までと比べるとちょい短め。どうでしょう、かっこよくない。で今ねこれ全部一応締めてるというかボタンもまあ全部締めて、でまあこのちょっとデザイン的なところにもなってくるんですけど、このフラップね、このガンフラップが今回ここのベルト、ここにベルトがついててここで止まるようになってるのがちょっとねシュガーヒルのコート、トレンチコートのちょっとディテール特徴でございまして、はい、なんでまあこれ取るとねベルトがついてますんで、こうなるとペロンってなって、で、まあ、チンクラップもついてますので、まあこういう風にもできますね。こういう形にもできます。こうか、こうもできる感じです。はい、でね形はシングルなんですよね。シングルなんですよ。よくねトレンチはダブルでこういう感じなんですけど、これシングルでございます。まあちょっとこうステンカラーっぽい感じの、イメージもありつつの感じですね。でこのねこっちにもガンフラップが実はついていて、これ結構特徴的ですよね。これ結構初期のシーズンの頃からある、これこのちょっとコンパクトなフラップというか、どうですか。でこれ今全部開けた状態ですね。かっこよくない。あ、全部ね閉めてると割とこうなんかボタンも肥沃になってますから結構ミニマルな印象になるんですけど、開けるとねちょっとなんかフラップとかペローンとかベルトがペローンってなったりとかして、ちょっとまた印象全然変わってくる感じです。はい、でラグランでね、でまあなんといってもね僕はね生地の色めっちゃよくない。このね、まあ、一応色としてはカーキっていう色になってますけど、なんかねさっきも言ったようにちょっとオレンジとあとね青っぽいのも入ってるんですよね。若干だからちょっとこう寒色寄りの見え方しません、ね、だからもうなんかグレーというかベージュというか、うん、ちょっとねこう光にあの伝わるかな、光の当たり具合でね玉虫なんでちょっとシャンブレーの生地なんでね結構見え方変わってきますね。多分これ日の光の元だともっと分かりやすいと思うんですけど、なんで結構ベースのパッドの見えは結構グレー寄りのベージュみたいな感じなんだけど、そこにちょっとオレンジっぽい糸が入ってる、オレンジっぽい見え方がするからちょっともうちょっとベージュ寄り暖色寄りになるというか、だから寒色にちょっと暖色の色が乗ってるみたいな感じで、ね、これめちゃくちゃ生地がかっこいい、生地がめちゃいい。で生地感というか肉とかは、まあ、割と一般的なトレンチコートくらいの、肉感ですかね。でまあ、全部裏地もついておりましてっていう感じです。まあ本当着心地はステンカラーコートとかトレンチコートと、同じような感じですかね。はい、そんな感じですよ。これめっちゃかっこいいな、めっちゃかっこよくない、結構好きで、かっこいいです。はい、ということで、まあ、今季うちあんまりコート丈の長いコートねあんま入らないんですけど、トレンチコートとかもあんま入んないんですけどね、お探しの方ぜひぜひ、めっちゃかっこいいという感じでございます。はい、そんな感じでございます。概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。はい。
はい、そんな感じです。では